この職に就く前のイメージと実際についてからの実態とのギャップって何かありましたか？保険ってすごくこうもてはやされた時期もあれば、うん、保険屋かみたいな、うんうんうん、そういうような印象を持たれることもあったりして、はい、で最初はやっぱり世界中の人々を笑顔に、スマイル社長こと重松です。スマイル社長こと重松が生徒となり、さまざまなプロから仕事の真実を学ぶ仕事の授業。今回の先生は保険代理店で活躍されている田中勇さん。今回は業界裏話編ということでいろいろ聞かせていただきたいと思います。はい、分かりました。じゃあまず最初の質問なんですけれども、他の仕事では考えられないような業界の仰天エピソードなんてあったりしますか？やっぱりそうなると収入ですよね。例えばサラリーマンの人っていうかお勤め人の方との差は感じますよね。パーティーとかあって、はい、ホテルの二次会とか、はいはい、その店の全員分の支払いができるとか、そういう人もいますし、はいはい、もうその使い方がちょっと尋常じゃないとか、使うから入るっていうような考え方の方も結構いらっしゃるので、はい、まあ、そういうふうに、じゃあ何ですか、金融業界だからこそ、まあ、稼いでる方も多いし、まあ、豪快な方もいるっていう感じなんですかね。そうですね、はい。じゃあ、次の質問なんですけれども、この職に就く前のイメージと実際についてからの実態とのギャップって何かありましたか？そうですね、やっぱりあの日本って保険ってすごい盛んな国なんですよ、はい、明治時代から保険日本はあるんですけど、長い歴史の中でいうと保険ってすごくこうもてはやされた時期もあれば、保険屋かみたいな、そういうような印象を持たれることもあったりして、はい、で最初はやっぱり保険屋かっていうことに対して、まあ、ちょっとなんでっていうのはありましたね。別に無理くり入ってくださいっていう話をしてるわけじゃなくて、僕の話を聞いていただいてよければっていう話をしてしたいだけなのに、もう電話しても着信拒否になっちゃったりっていうのもやっぱりそういう方もいらっしゃいます。何も話してないのにっていう、はいはいはい、だから押し売りだみたいなイメージがある、業界でもあったんで、それはちょっとやっぱりびっくりしますよね、はい、それって、まあ、今でもやっぱそうなんですか？決して敷居は低くはないというか、お客様に対してのは、なかなかこう受け入れてもらえることは少ないんですけど、でも人が生きてる限りは、はいはい、やっぱり必要不可欠なものでもあるのは事実なんで、はい、それはそういうふうなイメージになっちゃうっていうのは、中にはこう強引に売っちゃうような方もいるってことなんですかね。そうですね、やっぱり歴史がそういうことを作ってきたと思いますね、長い保険業界の歴史が。はい、わかりました、ありがとうございます。じゃあ、次の質問なんですけれども、これまでに成し遂げた会心の仕事内容って何かあったりしますか？まあ、個人のお客様が主義はやらせていただいてるんですけど、はい、とはいえ法人のお客様も結構いらっしゃ、預かったりするので、まあ、法人のお客様だとそれなりにこうロットっていうか金額が大きくなるので、はいはい、それで、例えばね、その企業さんのをお預かりした時に結構な金額、をお預かりした時はやっぱりやったっていう、個人より当然法人の方が額が大きいっていうのはまあ分かるんですけれども、その時の金額的には年間の保険料でいうとどれぐらいだったんですか？まあ数千万。数千万、はい、かなり収まります。プラス1ぐらい。プラス 1?、6、はい、うおー、すごいですね。 ありがとうございます。じゃあ次の質問なんですけれども、保険の種類によって得意不得意ってありますか？それは私個人の話で言うと、はい、やっぱり僕はもともとその外資系の生命保険会社の方からスカウトを声かけていただいたので、はい、生命保険の方は20年以上やらせてもらってるんですけど、はいはい、損害保険としてはまだ14年とか3年ぐらいなので、うんうんうん、どちらが得意か不得意かって言ったらやっぱり生命保険の方が得意ですかね、はいはいはい、その、まあ、生命保険の方が長くやって多分得意だと思うんですけど、ただ一方でその弊社でいうと損害保険の方を携わってもらっているじゃないですか、はいはい、そういう自分が、まあ、どちらかといえば不得意な方を克服するために
なんかこうやってることであったり対処法みたいのってあったりするんですか。まあ、場数が一番なんですけど、とはいえやっぱり奥が深いんですよ保険自体が、はい、保険って例えば亡くなったらいくら払いますよとか入院したらいくら払いますよっていうような話なんですけど、損害保険の場合は事故割合とか、過失割合だとかいろんなそういうパーセンテージが出てきちゃうので、はい、間違ったことはやっぱり伝えられないので、なので例えば丸々保険会社の誰さん一緒に連れてきますとか、そういうような感じにはしてますね。なるほど。曖昧なことも言えないし、わからないことも当然いっぱい出てきちゃうと思うんで、まあ、そういう時はこう一緒に やって、あの同行営業してもらうっていうことなんですね。はい、わかりました。ありがとうございます。じゃあ、次の質問なんですけれども、業界にはどんな方が多いですか。多分延べ人数で言えば保険業界って結構な人数、ね、出入りも実は激しい業界なんですよ、はい、やっぱ多いのはマニアックな人、保険オタクみたいな、ほうほうほう、その業界ついてから、うーん、でもそういう人って続かないですね。あまりにもこう掘り下げすぎると、はい、マニアックすぎてお客さんはそこんなの求めてないのに、そればっかり説明してそんなことはどうでもいいんだよっていう話になっちゃって商談が崩れる。でそうするとやっぱり続かなくなって、ああ向かないのかなってやめちゃ う。それはマニアックっていうのは保険のこの保険はどういう保険だっていうのを詳しく知りすぎてるっていう感じなんですか。詳しく知りすぎてそれを詳しく伝えすぎちゃう、だって覚えきれないですよねきっと皆さん、でその時間に1時間もかけられたらもう何言ってんだか最後は分からなくなってはいはい、はいはいはい、そういうマニアックな人も結構多いってことなんですか。いますよ。あの僕がいた外資系の保険会社の直販で、あのみんな新卒取らないんですよ。はいはいはい、製造業でも運送業でも何でもいいんですけど、いろんな業種の人がこう、そうですね、30前後の人たちがから採用するんですけど、はいはい、そうするとなんかこう机にばっかりへばりついて、商品のばっかり勉強しているような人間も結構いるんですよね。はいはいはい、あ、だからそれが、まあ、そういう方が多い業界だから最初の話に戻りますけど、その、まあ、出入りが激しい業界っていうことなんですね。そうですね。わかりました。ありがとうございます。じゃあ今回は業界裏話編ということでいろいろとお話を聞かせていただきました。はい、印象的だったのは、はい、実際についてからのこうギャップの部分で、保険会社だからっていう部分でこう着信拒否をされたりとか少し距離を置かれたりっていうお話があったと思うんですけれども、なのでよりこう誠実な対応が業界的には求められたり、まあ一営業マンとしても求められることなんだなっていうのは非常に勉強になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。どういった方が向いてますか。やっぱりその人が、ちゃんと自分で時間のコントロールができるとか、あとはプライドを持ってできるか。この動画が面白いと思った方は高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それではジョブ with スマイル。